アポロ9巡洋艦はイギリス海軍の防護巡洋艦で一挙21隻が建造された。ドライドックで整備を受けるレトリビューション。艦底部に貼られた木材がよくわかる写真。本級はイギリス海軍が自国の沿岸警備と植民地への通称保護のために1889年度海軍計画において21隻というイギリス海軍史上例を見ない。 積数が建造されたクラスである。本級はミディア級の拡大型として設計された。速力を全球と同程度で推進機関を従来の横置き型から縦置き型に移行した初めてのクラスで、このためにシリンダーの高さが主パ板を超えるためにシリンダーを囲むように走行防御を配置したのが特色である。一部の管は水面下に 海産物が付着するのを防止するために、キータの上から銅板を張って防御して、排水量が増しており、イオーラス、ブリリアント、イフィジェナイア、レインボー、レトリビューション、シリアス、スパータンが該当する。第一次世界大戦時には老朽化して一戦を、退りていたが、このうち、セティス、イフィジェナイア、イントレピッドは、 ゼーブルフヘ襲撃作戦時に閉塞船として用いられて沈められた。アポロ級のイラスト。黒ベタ部分は走行範囲を示す。未だホブ船時代のデザインが色濃く残る時代のイギリスらしく気品ある印象を受ける。船体は還元の低い平ら板型船体である。水面下に昇格と呼ばれる突面状の水はけの良い形状をしていた。 その甲板状の波切板の上に1 5 2トル速射砲を棒立てのついた炭素砲がで一機を配置した。その背後にある司令塔の上に両脇に船橋を持つ操舵環境と短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に日本煙突が等間隔に立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、前後マストを基部とするクレーに一機ずつ。 計2機と原則に2本で1組のボートダビットが片言3組ずつ計6組で運用された。原則甲板上には複方の 12cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで片言2機ずつ計4機配置されており耐水来艇用の 5.7cm 速射砲が 12cm 砲を前後から挟み込むように等間隔に棒立てのついた単装砲がで 片原三機ずつ、計六機が配置されていた。二番煙突の後部に、後部マストと後部環境が立ち、後部看板上に1 5 2トル速射砲一機が配置された。この武装配置により、艦首艦備方向に、最大で1 5 2トル砲一門、減速方向に、 最大で 15.2cm 砲2門 12cm 砲2門 5.7cm 砲3門が試行できた。本艦の主武装は1890年型15、2cm ライフル砲を採用した。その性能は 45.3kg の砲弾を行角15度で 9140m まで届かせられた。砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に人力を必要とした。方針の上下角度は、行角20度、深く3度で、左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは300度であった。発射速度は1分間に5から7発と速かったであった。本艦の副砲にはに、アームストロング射精、アームストロング 12cm 炭素砲を採用した。その性能は2 0 4ラムの砲弾を、 行角20度で9050メートルまで到達できる性能であった。これを棒立てのついた炭素砲貨で旋回と不行は主に人力で行われ、方針の行角20度、深く3度で砲貨は360度旋回できたが、実際は上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分後から6発だった。他に耐水雷艇迎撃用に、 アームストロング5 7センチメートル速射砲を採用した。その性能は2 7 2ラムの砲弾を行四45度で7 9 5 5ルまで到達できる性能であった。これを棒立てのついた炭素砲がで6機搭載した。旋回と浮上は主に人力で行われ、砲身の行角60度、深く8度で砲側は360度旋回できたが、実際は 上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分15発だった。他に手法では手に負えない相手への対抗として35.6センチメートル、魚雷発射管を単装で4機4門を装備した。ありがとうございます。